はい、皆さんこんにちは、ワンダルグルーシュです。三国志13パープキット続きをプレイしていきましょう。もう今回からはですね、まあ、ひたすら文明を高めていくっていうね、ところをやっていくわけなんですが、まあ、そのために、まあ、ただただ悪事を働くっていうよりかはですね、まあ、前回最後にお話したように曹操をちょっと懲らしめてやろうかなというふうに考えています。ですので、まあ、ちょっとね曹操を中心に拠点を荒らしていきたいなというところですね。でそのためにはやっぱり徴収とかもねしておきたいので、しっかりと兵を集めておきましょう。報告します。申し上げ、任せな。だったらあれだな、次から炎章のところでやらずに、曹操のところで強奪とか徴収した方がいいですね。失礼します。失礼するぞ。よろしくな。さあ曹操軍が道館を制したか。趙雲殿、怪しい男が表にいたので連れてきたぜ。身ぐるみを剥がしましょう。所持金がちょっと増えましたね。さあではちょっともたもたしてる余裕もないので、この後出陣を早速していきましょう。お、ここに賊王が現れたな。よし、これは討伐しちゃいたいな。討伐すれば、いくらかまた上がるでしょう。武名をやっぱりもう高めていくぐらいしかすぐできることないですからね。行くぞ、超支流に続け。で途中でやめちゃったので、徴収をしていきましょう。報告します。今炎章軍も曹操勢にかかりっきりで、この賊を討伐する軍勢出す余裕ないはずだ。今のうちに一気に型をつけましょう。やるぞ。申し上げる。まあいつものかぐらん軍戦術でいいでしょう。で敵の数は5体か。そしたらどうだろうな、まあ、まずは全軍で進軍していきましょう。敵の動きもわからないので。かけよ。今こそ勝機だ。俺に続け。本陣を守らせて一体だけね、残り全軍で敵の本陣を目指しましょう。長山の超支流、押してまいる。
も食らえ。参る。氷山の超支流、押して参る。氷山の超支流。そしたら敵の本陣に向けて一気に突き進んじゃいましょう。まあ、特に戦術的に何か考えながらっていう必要はなさそうかな。わしに続け。強いてあげれば。趙雲をちょっと動かして攻撃できるような体勢を作ってあげるぐらいかな。まあ、ほぼほぼ兵力を失うことなく肩がつきそうだな。氷山の超支流、押して参る。お前ら一気に片付けんぞ。お前らここが踏ん張りどころだ。せい、やられたか。お前ら、よし、一気に片付けんぞ。何の問題もないですね。やっぱりもう賊を倒しても全くあれだな、たまらないですね、文明が。なのでおとなしく文明依頼が出てるところに行きましょう。最北かな。まずはレーゲンよりかは最北に行きましょう。参る。報告します。将軍もかなり厳しいよな。曹操軍のが優秀な武将が圧倒的に多いですからね。まあ、招待遅えっていうことであれば遅いましょう。やるぞ。申し上げる。さあ、そしたら例によってですが、部隊をまずは派遣していきましょう。入る。分かったぜ。まあ、士気の面でかなり不利だからな。さっさと絆が強化された爆逆の塔。
走り続け。氷山の超支流押して参る。士気の面でかなりきついよな、このチョーク遠征してくると。さあこれで一旦敵は全滅させることができたんで、敵の本陣目指しましょう。入る。うわ、これでも食らえ。お前ら一気に片付けんぞ。分かったぜ。入る。氷山の超支流押し深く。さあこれでどんくらいかな、もらえる部名が。50以上は欲しいよな、できれば100ぐらいね欲しいですけどね。67か。そしたら趙雲勢は今士気が多少回復したので、このまま近くを荒らして回りましょう。近くだとどうだ、平原かな。まあ炎章のところではありますけど、だったらちょっと無理してでも陳留まで行った方がいいかな。陳留の後課題行って城東まで行くか。ここは村の襲撃か。まあやっちゃいましょう。大した内容じゃないですからね。どっちかっていうとね、曹操軍とどう向き合っていくかっていうところですよね。で例によってかなりやる気のない奴らがいっぱいいるんで、手っ取り早く陣を一つ二つ取りましょう。入る。挑戦とかもう全然ダメだな。今こそ勝機だ。俺に続け。長軍はまだしも。さあこのまま一気に陣を落としましょう。でまた士気がちょっと回復するはずなので、次の課題までは近いですからね。これでどんくらいだ、また60とか70とかなのかな。
45か、厳しいね。まあ、課題上等は近いので一気に進めましょう。何番だよ。報告します。また兵糧か。できればね、都市の解放依頼が一番いいんですけどね。やるぞ。申し上げる。ちょっと腐っちゃってる人たちは陣で休憩しててもらいましょう。さすがに次の戦いとかで使い物にならないので、今回幸いにも敵の数が少ないっていうのがあるので、これ幸いと回復させてもらいましょう。さあ、では闘志がたまった彼らを敵の本陣に向けていきましょう。戦術拠点の攻略だとあれか、士気は回復しないね。やっぱり敵の陣を攻略していかないと。かしこまりました。押して参る。一部の部隊に関してはそれなりに士気が高まったはずなので連戦していきましょうか。で、次は近くで言うと曹操の場所はないのか。
そしたらどうしようかな。入る。しょうがない。近くにないので城東に向かいましょう。入る。50ずつやってるとね、あの武名が50ずつしかたまらないのばっかりやってると結構時間かかって、かったるいといえばかったるいんですよね。できればね一気に200とかたまるやつでガーンとやっちゃいたいんですけど、なかなかそういうのないからな。さあ、あとは敵の本陣を潰しましょう。氷山の超支流押して参る。キリがつくな。よし、全軍これでまた50なんだよね。もうひたすらこれを繰り返すだけだとちょっと面白くないからな。天下のために働く気はないか。働く気はない。すまぬ。お、課題にまたできてる。まあ、近いといいですよね。また村の襲撃かい。村を襲撃したり、この商隊、商人の隊列を襲ったりばっかりしてるからな。それしかやってないんじゃないか説ですよね。もう、まあ、ここは敵の数も少ないしっていうのを言い訳にもうずっとこれしかやってないっていうね。これでまた50ぐらいなんだよね、きっと。さ
35か、減ってきてるね。同じ地域でやり続けると減るっていう話ですからね。ちょっと地域を変えたいけど、常陽まで行くのは結構きついしな。やっぱ最北かな。最北平原、この辺りにまた武名依頼が生まれてるな。新たな武名依頼が官僚でもできてる。そしたらこの最北平原官僚、おー、そして南皮、この辺りをこなしたら一回帰りましょうか。ちょっとそこまでバーッとプレイを進めていっちゃいます。族の討伐ね。だ、しかも多いな今回族が。3万の軍勢だったよね。これはちょっと慎重に戦わないとまずいな。敵を十分に引きつけてから攻撃に打って出た方がいいな。で、敵の本陣を一気に吸収するパターン。お前ら一気に片付けんぞ。ほら、おののけ。十分に敵の本陣に、味方の本陣に敵を引きつけてから一気に敵の本陣を取りに行きましょう。押して参る。よし、頃合いだな。さあ大丈夫か。どっちの本陣が先に落とされるかだな。今だ、引っ掛けてやれ。氷山の超支流、せやられたか。どっちが先だ。味方の本陣も結構危ないからな。よし、ここは闘志豪壮を使って一気に決める。危なかったね。これはそれなりに期待できるんじゃないか。これで35とかだったらちょっと割に合わないですよね。101。すまない。報告します。お、北海にもあるけど、まあここは平原顔料南皮の順でいきましょう。やっぱり予定通り。お、曹操軍からか。順行くじゃないか。起点の剣を受け取ってください。断ろう、曹操などからはいらん。
これで完全に曹操に対して敵対を行いますね。ああ、衛兵徴税が 33,500 がさっきよりもさらに多いな。やるぞ。大丈夫か。申し上げる。まあ、戦法は同じ戦法でいくんですけどね、結局同じような条件だし、マップが。ただ敵の動き次第ではこっちに行った方がいいかな。かけよ。今こそ勝機だ。俺に続け。まあ、趙雲はね、いつも相変わらず士気は非常に高いんだけど。そしたらちょっと取りつかれる前にもう敵の本陣を吸収しちゃった方がいいかな。かけよ。長山の長支流押して参る。長山の長支流押して参る。参る。皆の者、ここが正念場だ。長山の長支流押して参る。皆の者、ここが正念場だ。さあ、陣を一気に押しつぶせ。皆の者、ここが正念場だ。長山の長支流押して参る。皆の者、ここが正念場だ。よし、これでまた100は硬いでしょう。33,000の軍勢でしたからね、敵は。え、11はないでしょう。やっぱり同じところで悪行を続けても意味がないのかな。ちょっと官僚に寄ってみましょうか。そしたらで、その結果次第では何匹の悪行をやめて一旦戻りますか。同じところでやってもあまり意味がないっていうね、可能性が出てきましたからね。やるぞ。申し上げる。また敵の数多いんだよな。我が槍にかけて勝利を約束せん。かけよ。まずいな、敵の方が本陣に早く取りつかれるな。こっちも急ぎましょう。お前ら一気に片付けんぞ。趙雲は本当相変わらず士気高いよな。押して参る。
何？何、朝鮮がやられたか。まあ、壊滅しただけで討ち死にはしてなければいいか。これで本当11とかだったら悲しいよな。ゼロかい。今ゼロって出てましたよね。ちょっともう一旦解散だな。同じところでずっとやっててもちょっと意味がないっていうことがよく分かりましたね。はい、というわけでちょっと今回はね、単純に部名を上げるだけになってしまったんですが、ちょっと今後のプレイ方針も考えた方が良さそうですね。まあ、このまま部名を上げるにしても各地を転戦しないといけないかなっていう感じもしてきましたし、そうするとちょっと本拠地を移動させたりとか、転居させたりとか、そういったことも考えていった方がいいかもしれないですね。というわけで、今回はここまでにさせていただきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。